さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。9月2日から4日までの3日間開催される W リーグオータムカップ2022 in 高崎の対戦カードなどが発表されたので、今回はそのことについて見ていきたいと思います。で、注意点がいくつかあるので、それについても見ていきます。ではまず、トーナメント表を見ていきたいと思います。このようになっています。ここで注意点が、当初は2ブロックのトーナメント方式を採用する予定となっていましたが、画像のように3ブロックに分かれて行うことになりました。そして当初は敗戦チーム同士の対戦も3日間行い、1チーム3日間均一に1試合実施する予定となっていましたが、2日目までは当初の予定通り勝利しても敗戦しても試合が行われるものの、最終日に関しては勝ち上がった6チームのみの出場になりました。そしてアンダー18女子日本代表に関しては、昨年の日本代表同様に、1日目の9月2日のみの参加となっています。また昨年同様に、アンダー18女子日本代表対三菱電機戦に関しては、勝敗に関係なく三菱電機が勝ち上がる形になると思います。続いて試合の日程について見ていきたいと思います。このようになっています。2日目以降に関しては勝敗によって変わるため今回は割愛していますが、注目ポイントは先ほどのトーナメント表でもあったように各ブロックシードチームがありましたが、その関係で初日に試合がないチームが3チームあります。ということもあってトーナメント表には関係しない交流戦という形で三菱電機対エネオス、そしてトヨタ自動車対富士通戦が行われる予定となっています。そのため、三菱電機に関しては、初日2試合行う予定となっています。ということで、W リーグオータムカップ2022 in 高崎の対戦カードなどについて見ていきました。昨年は2ブロック制で行われ、A ブロックはトヨタ自動車、B ブロックはトヨタ紡織が優勝しましたが、3ブロック制で行われる今年のオータムカップは、どのチームが優勝するのか、比較的いろいろな選手を起用したりと、多くの選手の活躍も見られると思いますし、レギュラーシーズンさながらの戦いも見られると思います。まだ2回目の開催ということで、試行錯誤の面もあると思いますが、昨年以上に熱い戦いが見られるかもしれません。W リーグオータムカップ2022 in 高崎をぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。